皆さんこんにちは、矢作直樹です。本日は吉野時代の、最後の方からですね、ちょっとお話を始めさせていただきます。後醍醐天皇、いわゆる96代、天皇の、後、97代が後村上天皇ですが、この天皇の時代のことをちょっとお話しさせていただきます。まあ、この天皇もですね、父のその後醍醐天皇のそのご意志、つまりその天皇親政を、いわゆるまあ天皇がまあそれをしっかりとですね、統治を見ていくというようなことを、意図されて、まあ頑張られたわけであります。でも、まあ、当然ですけれど南朝ですので、まあ、本来のその都である京都に、復帰したいということを、まあ、金がね願ってらっしゃったわけですが、これがなかなか、まあ、大変だったっていう話がこの時代の、メインになると思います。まあいわゆる建武の新政の後ですね、まあ、足利尊氏がそこから離反をしてですね、で、まあ、一言で言えば、後醍醐天皇に牙を向いて、それで、まあ、いわゆるそこからこの吉野時代が、失礼、南北朝の時代が始まったわけですけれども、この足利尊氏とそれからその息子の義昭、この、この足利幕府に対してですね、まあ、討伐の戦いを、に幾度か挑んでおられるわけですね。で、まあ、1335年、この戦い、最初の、戦いを、まあ、行われたわけですけれども、残念ながら、まあ、うまくいかなかったということですね。で、まあ、翌年、まあ、元服されて、その後ですね、奥州の高城、これは実を言うと、2回目になるんですけれども、奥州の高城に、赴かれました。ところがですね、ここでですね、まあ、敵方よくにですね、この高城で襲撃を受けてですね、それで、有名な霊山というその山ですけれども、この高城の、南東にあたりますね、この霊山という山に、避難されたわけです。これも、神農衝動記などにも出てくるわけですね。で、そういうようなことで、まあ、苦境を乗り切ろうとされたわけですけれども、その後ですね、言うのは簡単ですけど、とても大変な苦労なされてですね、まあ、吉野まで戻られたわけですね。この大変な、もう1年近くかかってですね、吉野の、まあ、安宮まで、戻られたわけであります。まあ、こういうですね、この大きな流れの中で見ると、その、後醍醐天皇の、まあ、後にもちろん明治になってからですけれど、南朝側が正統というふうに、まあ、明治天皇が、述べられてですね、まあ、それでこの、南朝が、まあ、正統というふうに、まあ、教科書にも認められるようになったわけですけれども、これは、当時はですね、おそらくその現場感からすると、後醍醐天皇よりも、足利尊氏側の方に、当然ですけどついた、まあ、いわゆる武将たちが多かった。だからその、まあ、それで、後醍醐天皇、足利尊氏もですね、その、まあ、北朝側との地位に言われたその天皇方を、擁立されて、この後醍醐天皇、いわゆる南朝方と、まあ、対立したわけですけれども、ここに関してのその、義というかですね、その辺に関してはなかなか難しいところがあろうかと思います。で、まあ、この、後村上天皇のですね、治世にですね、まあ、
後にですけれども、将兵の一党という、まあ、いわゆるその南北朝の、和議というようなことが、起こるわけなんですけれども、まあ、そこまでにはなかなかこう、苦労が多かったわけですけれども、まあ、いわゆるその、1339年、つまり、霊山に、避難された後ですね、ようやく戦争されてですね、それで、その後、まあ、なかなかこう争いが絶えずというか、なかなか決着がつかないまま、1350年の観音上乱、まあ、これでですね、ようやくこの、まあ、南北の和議がですね、なされて、将兵の一党、ここでですね、三種の神器が、この南朝方に、行ったわけですけれども、こういうような、事態となったわけであります。で、ここでですね、失礼、この郷村上天皇もですね、治世はまあ結構長く続くわけですけれども、1352年、京都等々回復した後ですね、回復された後、北朝方のですね、いわゆるその光厳天皇、光明天皇、崇高天皇、失礼、この当時はもう上皇になられてましたけれども、この三上皇をですね、男山、いわゆる今のその、石清水八幡宮のあるその京都の、八幡寺ですね、ここに、連行しちゃったわけですね。で、まあそれで一時そうやって京を、まあ、取り返したわけなんですけども、その後ですね、またまた、高氏の反撃にあってですね、京の都を放棄しました。で、この三条公を、まあ、いわゆるその幽閉した、男山にですね、自身も立てこもられてですね、義明と戦ったわけですけれども、まあ、結局押し負けしてですね、苦戦を重ねてですね、これで、阿耨というところですね、これは、まあ、吉野のちょいと手前のですね、今の奈良県の五条のあたりにありますけれども、五条市のあたりにありますけど、この阿耨というところへ、逃れられました。で、さらにですね、このあとですね、翌年にはですね、この三、まあ、道連れにした三条公ともどもですね、河内天野と金剛寺というところに、移られています。で、その後ですね、まあ、順次この三条公をですね、京都に返されています。で、1359年、まあ、河内長野のですね、先ほどの金剛寺からですね、今度はですね、河内天野ですね、そこから河内長野の関心寺というところに、移られています。で、だんだんこれはまあ、天皇、都の方にですね、こう近づいて行かれてるわけですけれども、1360年にはですね、大阪の、今の大阪の住吉に安宮を移されています。ところがですね、なかなかやっぱりこの郷村上天皇もですね、後醍醐天皇と同じでですね、まあ、非常にこの幕府に対して厳しい考え方をしておられてですね、この、その一旦そういうその、まあ、一党、先ほどの、まあ、和議がなった後、この、10年余りまたこうやってその対立をしたわけですけれども、幕府との和議、国に対して和議の申し出に対してですね、結局その幕府側が、降伏をしない限りは、和議には応じられないということで、結局和議に至らずに決裂になってしまいました。で、そうこうしているうちに、まあ、ご本人も、翌年ですね、崩御されてしまったということです。ですので、この、後村上天皇の時代っていうのはですね、それこそその30年にもわたるわけですけれども、こうしてですね、その父上のその、意思を継がれて、なんとかですね、この南朝の復興と思われたけれども、結局ですね、
数度にわたるこういうその戦いと、それから和議もですね、結局まあ2度にわたってですね、最後はこの決裂してですね、うまく非常にその、まあ志半ばでまあ、崩御されたっていうようなことに、なります。まあここはですね、まあそのちょっとその試験をというか感想を述べさせてもらうとですね、そのまあ後醍醐天皇がそのあまりこの民意に沿わなかったということで、後醍醐天皇をその、よく言わない人、今の時代ですけども、もちろんいますがおられますけれども、やはりですね、この天皇というまあその、国民の要であり、まあある意味ではその、幕府というか、その祭りごと、政治の方の祭りごとをする人たちの、まあ、心得違いがあれば天皇が神聖をされるというのが、まあ、この我が国の、古来からの国の在り方であったのとですね、果たしてそういうふうにその、まあ、現場感というのは非常に難しいものがありますけれども、この、後醍醐天皇がですね、あるいはその後の南朝の、方々がですね、苦戦されたのを見てると、やっぱりこの、足利幕府というのがですね、ある意味まあ天地を食らったではないですけれども、その結局ですね、それこそその最初の頃は良かったですけど、あとは衰微してですね、そして、戦国時代を迎え、そして、まあ江戸時代につながるっていうようなことになるわけですから、そういう意味でですね、天皇いかな理由があれば天皇に、まあ、牙を向いたということは、また後世のその評価というのは変わりうるだろうというふうに、まあ、考えるところであります。ということでですね、ここで話を終わらせていただきます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。Thank you.